年月不明、淡島寛月、安政6年10月23日から1926年2月23日は、明治時代の日本の作家、画家、古物収集家。父親は、画家の淡島沈学長女は教育者、政治家の木地ち気合う。おじは、幕末の大富豪の伊藤八兵衛。広範な知識を持った、趣味人であり、元禄の,の作家。 伊原祭格を再評価し、高田露伴や尾崎紅葉など分断に紹介したエピソードで有名である。収集家としても有名であり、住居のボンクモアンには3000余りの玩具と江戸文化の貴重な資料があったが、関東大震災の際にすべて消失した。日本橋幕老町4丁目に生まれる。淡島家の家業は、軽焼きの名店淡島屋であり、非常に裕福であった。 父親の賃額には160人の愛称がいたという。1870年、福沢諭吉を読んで西洋文化に興味を持つようになり、英語を勉強し、洋間に住んだ。頭髪に悪をかけて先発までしていた。寒月は西洋文明への憧れのあまり、アメリカに帰化しようと願う。向こうで日本のことを聞かれると思い、日本文化を研究し始めた。1 8 8十年、 ゆし聖堂の図書館に通い、草草子を毎日写本する。この時山、東京伝を読んで再格のことを知る。1887年頃、文学者の露伴や紅葉らと知り合い、再格を紹介する。このことが、明治における再格再評価につながった。1893年、前々年から、雑誌や新聞への寄稿を止め、向島のボンクモアンで隠居生活に入る。 この頃、キリスト教の洗礼を受ける。しかし、これは、宗教観からというよりは、外国の文化に接するためであったと、後に10回している。1923年9月1日、関東大震災により、ボンクモアン全焼。収集物をすべて失う。12月、ボンクモアン再建。百二十六年二月十三日、十六歳で死去。遺体は、 駒込の染メイ霊園に葬られた。ありがとうございます。